こんにちは、みゆです。答えていきたいと思います。キャバ嬢として売れるためにまずすべきことを教えてください。連絡豆にすることかな。年末年始の過ごし方、どこに行こうか迷ってる。もうみゆはハワイやけど、やっぱハワイ行かれへんくなってから沖縄やな。変わったねって言われた時の返し方どうしたらいいですか。年取ったら変わるよっていう、いつまでもそういう考えじゃないよっていうことは言う。なりたい顔の系統と現実の顔が違いすぎて毎日泣いてます。どうすれば自分の顔好きになれますか。自分の顔好きとかじゃないけど、メイクとかで変えれるから。みゆ結構化粧とか取ったらめっちゃおぼこいから、自分の化粧勉強したらいいんじゃないですか。キャバ嬢と仲良くやっていくにはどうしたらいいですか。いや、仲良くする必要ないと思うで、別にみんなと。ただその中で気があったことだけ仲良くしたらいいと思うし、旦那がイチャキャバ行ってました。いや無理、もうみゆ風俗と、もうキャバクラ行くのも嫌やもん彼氏が。日中食事の制限してるのに出勤後酔っ払って食べてしまう。酔っ払ったら食べちゃうよ。じゃあもう次の日食べんとことか。子供欲しいのに女とセックスレスじゃない。セックスレス多いな。おもちゃでも買ったらどうですか。新規開拓みたいな、なんか次こういうプレイしようみたいな。長くなっていったらこういうプレイしようやみたいな言えるやん。違うプレイやってるんじゃないですか。20代のバイトどんな告白されましたっけ。20歳以上離れてますので考えてしまいます。いや別に年齢関係ないでしょ。ミュウの20個上は46か、ちょっと嫌やな年齢関係ないやろとか。ミュウはちょっとパパが50歳ぐらいやからちょっと考えてまうかも。その人が好きやったらいいと思うけど、彼氏のあそこが大きくてちょっと痛いで伝えるべきでしょうか。いいやん、ちっちゃいより良くない。全然でかい方がいいねんけど。この前刑務所に捕まりました。人生やり直すことできますか。捕まった内容によりますけどいけるでしょう。11年彼女いません。欲しいと思うんですが別れた時のトラウマが消えません。11年彼女おらんってちょっとなんか問題ありそう。トラウマが消えへんのか。まあでも女は女で忘れるしかないからね。男は男で忘れるしかないし。好きな人に彼女がいますが彼女よりも私にお金を使ってくれます。期待していいのでしょうか。期待していいけどそんな人と付き合いたいと思う。逆に元カノと消えてない男とか他に女の影がある男の都合ような何かじゃなぜなのか。もう都合いい女はもう一生都合いいと思うから。っていうかもうだからさっきも言ったけど、そのセフレと付き合うあれを早めに決めといた方がいいかも。その1ヶ月以内。だってセフレにずっとなってたらさ、どのタイミングで付き合うんって思うやん。逆に言うたら体重と見た目どちらを普段は気にしてますか。まあ見た目やな。まあ体重も気にしないけど、まあそれどちらって言ったら見た目。シングルマザーで稼ぎたくても稼げません。こんな私でも稼げる方法教えてください。エースで働きましょう。アイドルオタクなんですが最近できた彼がそれに嫌気をさしています。みゆも彼氏が例えば AKB 好きとか誰か推しとかめっちゃガチのオタクやったらちょっと無理かも。ガチオタクって嫌じゃない。なんか芸能人って言ってもさ、この子可愛いな、この人綺麗なはいいと思うね、ほんまのことやから。なんか変なインスタグラマーとかは嫌ね中途半端なやつを可愛いっていうのはちょっとなんかキモって思うけど、生き切ってたらさ可愛いやん誰か見ても。それはいいけどオタクは嫌やな。ちょっとみゆもキャバクラ を触りも OK と思っていろいろしてくるお客さんはビシッと決まる対象を教えてください。あんま触られへんけど普通に程度受ける。触られてきたらすごいな。普通に好きな長いお客さんに告白され断った客よりされました。どう対応すれば正解だったのかな。え、だって好きじゃない人に好きって言われへんくないって。あかんか、それはさすがに。それはなかなか尖ってますね。もうみゆが尖ってるからな。どうしたらいいん。今はそういう気分じゃないとかみゆもよう言ってたわ。一番最初とか1年目とか2年目とかさ、まあ、付き合ってみたいな言われる時期もあったやん。みゆ今はなんかそういう彼氏とかいらんねんって言ったけど、今はってことはずっといらんからなそうなっちゃいますね。うん、うん、そういう今はそういう気分じゃないねんとか今は方針使っていいと思いますよ。色恋なくなったから言える話やけどさ、これはそういう言い方したいと思います。嫌われるのが怖くて自分の素を出せません。みゆさんが自然体でいるための心掛けがありますか。自然体でおって嫌われるんやったらなんか別にその人に好かれようなんて思わへん。自分のありのままのみゆをついてくれへんやったら別に思わへん。そんな嫌いな上司がいます。気分屋で接し方が分かりません。みゆちゃんならどうしますか。接しへん、関われへん。普通に好きな人に付き合うのは待ってって言われるのは都合のいい女だからですよね。完全に都合のいい女。ほらみゆと一緒のこと言ってるやん。男も女もそうやと思うけど、付き合うのは待ってとか今はちゃうとか言ってくる男とかって絶対付き合えへんから。今は待ってってなんで今待たなあかんのって感じで、みゆもよう使うけど今はそういう気分じゃないとか、今はってことは一生無理やから。会社で人によって態度を変えたりイライラをこっちにぶつけてくる上司がいます。やばいなその上司、辞めるわ速攻会社。いつも好きな男の子に辞めなめられます。どうしたらいいですか。調子乗らさんかったらいいんちゃう。何でも言うこと聞けへんのか。10回誘われたら3回ぐらい断るとか。こんなに頑張っても2回が消えません。いい方法ないですか。言うか言ってください。32歳彼氏が一度しかできたことない上に浮気されて振られました。どうすれば魅力的になりますか。体をきれいにして AV 見まくってセックス勉強する。人間関係ないのときみーちゃんならどんな風に解決しますか。
ちゃんと向き合おうって思うから、その人と。26歳です。今さらキャバ嬢無理でしょうか。ちょっと待って、26歳やねんけど、みよも全然いけるっしょ。今の彼氏の将来性がなくて大好きだけど、結婚を考えたらいつまでに別れるべきか。みゆ結婚願望強いから、結婚願望がない人とは付き合わへんな。みゆはやばやめようかな。でも29歳でいろいろ言われるし、若い子にはかなわないんですかね。年はね、かなわないですよね。ぶっちゃけすぐに人の機嫌を伺っちゃいます。どうしたの。します。もうそれ性格やからどうしようもないよな。でもあんまり深く考えすぎる方がいいかも。結婚者を好きになってしまう、どうしたらいいですか。もう幸せになれへんからやめた方がいいと思います。ママ友に夜で働いたことを言ってドン引きされました。別にいいよな。別にそんなあかんことなの。それはデート中は大事な時お腹壊したらどうしますか。うわぁ嫌やな。それトイレ行くしかないよね。でも解決法とか言ってそれしかないよ、ね、それしかないよ、ね、うん。仕事に身が入らないです。今の職が嫌いだとかではないけど、その場合はどうしたら方がいいか。違う仕事したらいいんじゃないですか。普通に同棲して毎日一緒に乗るけど携帯触られてたりしたら腹立つ。どうすればいいですか。携帯触るぐらい許してあげたら、同棲してたら。だってもうずっとその空間やからさ、たまにしか会わへんけどずっと携帯触って嫌やけど、毎日一緒に乗って携帯触ってる分にはまあまあしゃあないやろ。見えも触ると思うし。セックスがうまくできない。 AV 見たらいいんちゃう。なんか舐め方とか検索して分からんけど、とりあえず AV 見たらいいんじゃない。勉強した方がいいですね。うん、だっていろんな人とやってるからって上手くないと思うねんか。一人の男とか一人の女を極めてる男と女の方が上手いと思うけどな。思わへん。いろんなやつと経験するより一人とずっと極めてる方が上手くなっていけへん。分からん。それはその人に良くなるだけか。まあまあ確かにツボを抑えるみたいなのはあるかもしれない。ツボを抑えたらいいと思います、相手の。だってその人以外とやることないやん。疲れて行き詰まって何もしたくない時ありませんか。あるあるある。どうやって気持ち切り替え。旅行。好きな人に彼女がいるので奪い方教えてください。彼女おる人と付き合おうって思わんかな。だってミユに今来るってことはミユと付き合っても浮気するってことやん。だったら別れてもらってから、別れてくれんだったら付き合うっていうかな、うん、将来が不安です。それはこれからやることを見つけましょう。お酒の強くない方、もう飲みまくるしかないやろ。嫉妬したらどうしてますか。嫉妬したら言うよ。別にこういうとこが嫌とか、そういうの全部は言わんけど結構言うな。キャバクラのボーイをやってるんですが、キャストさんと長くなりたいです。とりあえず写真撮るの上手くなっていいんちゃいますか。見つかれる女になってみたい。どこから磨いていけばいいでしょうか。顔。お金持ちになりたい。まず何しますか。仕事。体目的の男しか寄ってきません。それはもう中身を磨きましょう。高級な靴を自分で購入し、それを彼に報告しなくて、はい、デートに行ったら怪しまれました。分からん。ミーは自分で全部買うから、いやほんまやねんけどって言うしかない。領収書見せたらそれか。あ、まあ見せても一緒か。でも人間関係が得意じゃない、めんどくさいと思ってしまう。同じく年やからもうちょっと交流深めなあかんなと思うけど。旦那に別れてって言われました。でもまだ好きです。好きを貫きますか。でも別れてって言われて、そう、理由がみゆのなんかあれやったらあれやけど、好きじゃないって言われたら別れる。もうお前のこと好きじゃないけど、まあ、お前が一緒におってって言われたらおるわ。やったらもう絶対別れる。なんでお前に好きじゃないって言われてみゆがおらなあかんねんっていう。そのみゆがやらかして別れてって言われたらそこ直すからって思うけど、好きじゃないって言われて、やけど別に一緒におってとは思わへんな。気持ちがない人、好きになる人が大体クズで、好きでつくのを買ってても好きになっちゃいます。もうそれはクズが好きなんやろ。もうそれはもういつも YouTube 楽しみにしたら、どうすればお客さんからシャンパンなどいただけますか。シャンパンおろしてって、おろしてってか何飲むって言ったら普通にシャンパン出てくる。兄さんの髪色が知りたいです。みんなカラーしてます。2年付き合った彼氏がおるけど、6年憧れた先輩に誘われて会うのどう思いますか。いやー、さっきも言ったけど、バレたら嫌がるから、自分がされて嫌なことはせえへんかな。会ってきていいって言って嫌やんか普通で。ミオも会われたら嫌やから会えへんかな。頑張れる秘訣教えてください。目標があるから、こうなりたいって思う気持ちがあるからかな。旦那にときめかないキュンキュンしたいって、もうそれは好きじゃないな。でもときめけへんねん。彼氏持ちですが何回も振られています。諦めきれないで納得いくまで行きます。すごいな、振られても行くの。一回無理って言われたら無理やわ。出勤のモチベをキープするのが下手です。出勤して頑張りたい。毎日とりあえず出勤することが大事やと思うな。どんだけ暇やったとしても。27歳、一度も彼女ができたことがないんです。どうすればいいの。ちょっと問題ありですね、それは。すぐ綺麗になる方法を教えてください。整形。彼氏がバーで働いてます。朝6時、閉店後、アフターで昼過ぎに帰ってくるので、経過ばっかり。そういう男を選んだんやったら、それが仕事やったらもうしゃあなくないですか。仕事がしっくりこない、でもやりたいって思う仕事がないです。いっぱい探してたらいつか見つかると思うけどね。彼氏に依存してしまいます。みゆさんはどうですか。みゆも依存するで。依存を変な方向に持っていかへんかったらいいと思うんですね。みゆちゃんが黒草に求めることないんですか。来月エースグループの黒草の面接が行くので参考にしたい。え、でもあんまそんな求めることないかも。全てやってくれるから、エースの黒服って仕事できるから。看護師になるかキャバ嬢になるか悩んでます。キャバ嬢で。好きな子にクリスマスと提案されました。他に男いますよね。いますね、それは。
クリスマス本命やろさすがに。自分の進む進路に対して不安があります。みゆちゃんは自分の将来の不安はどう解消してますか？え、みゆも不安になることあんで。だから次の目標、次の目標、これが達成できたら次の目標って思うようにしてる。愛するよりも愛される方が幸せ派ですか？絶対愛される方がいい。愛するより好きじゃない男の子から好かれて遊ぼうとか言われても面倒くさくて未読しちゃいます。ブロックするな、見えたらもういらんわと思って。 A 指名もらえないです。キャバ合ってないのかなと思っちゃってる。それはもう連絡をまめにしまくるしかないですね。ずっと昔から愛人にしかなれません。どうしたらいいでしょう。もうそれはもう既婚者選ばんとこ。場内は取れるんですが次の来店につながりません。どういうことを意識するべきですか？いや、また会いたいなって思わせる。いいシャンプー教えてほしい。モンローグレイスです。仕事詰め詰めで全然会えないけど今一番会いたい男性もう切るか待つか。1週間に変われへんかったらちょっときついけどな。最低でも1週間に 1,2 回も時間作ってくれへんような男はいるって思っちゃう。彼氏が精神病になってる時どうさせますか？毎日一緒におって心を癒してあげる。仕事に行きたくない日はどうしますか？どうしても行きたくなかったらもう休むかな。ほんまに行きたくなかったでもう一回また頑張るみたいな。パトロンとの関係性難しい。関係性とかある？パトロンに姉さんみたいな美女と出会うにはどうしたらいいですか？エースにいっぱい可愛い子いてますよ。エースグループに。みゆちゃんみたいな神になりたい。ベルグロー行ってください。なんだか夜の人なんですが周りに女の子が多い分浮気されそうとか不安になってしまいます。夜の人やろうが昼の人やろうが浮気するやつはするからな。2年付き合ってる彼のことが好きなのか分からない。情で分からない。いやもう情とかなってきたら絶対別れた方がいい。結婚したら終わりやんそれ。理想が現れない。いや無理に理想じゃない人と付き合ったとしても絶対別れるからやめた方がいい。気になる人とのデートの後 LINE が1週間未読どういう心理？もう脈なしです。それはこの人といっても幸せになれないんだろうなって分かってるけど同棲していいのかって離れるの怖い。幸せになれへんって多分絶対別れた方がいい。好きな人の前だと喋れない。もう素出されへん人嫌やな。みゆはマウント女の対処法が知りたいです。真似してきたり自慢する人が多くてマウント女おるよな。全部上行ってくるやつ。もしや好きなお客様ほどプライベートで会いたいと思うんですがなかなか店以外で会えません。同伴行って店来てもらっていいんじゃない？いつか死ぬことが怖いです。みゆさんは怖くないですか？怖いよ。怖いけどみんな死ぬからな。怖くない。みゆの好きな人も全員、みゆの周りも全員死んでくやん。一人じゃないから怖くないな。昔死ぬこと考えたらキリなくて寝られへんかった時あるわ。へー、死んだらどうしようみたいな。死んだらってかどうなんだよ、どこに行くんやろみたいなさ、いろいろ考えてなんか寝られへんかったとかあることあるけどそれキリなんやん。考えたらあったな、そういう時期も。あんまり好きじゃない男性から毎日 LINE 来る。仕事やったらしゃあないけどプライベートやったら完全ブロックやな。彼女できたのに都合よく引き止めようとしてくるセフレになんて言ってやったらいいですか？彼女おるやん普通に。そう言ってもらえたらすっきりしますね、うん、その通りなんで。お客様にオーラないねと言われてからのオーラある人を研究しても分かります。オーラは作ろうと思って作れるもんじゃないからな。もう今までやってきた実績とかがなんか出るんじゃない？オーラあるような人に、まあ、溢れてるものですからね。分かる分かる。歯が白すぎるの秘訣教えてくれて。ホワイトニングじゃなくてセラミックです。めゆちゃんの彼の一人エッチ許せますか？許せるっていうかもうオナニー禁止とか言ったらもうやばない。浮気もあかん、オナニーもあかん。どうしよう。彼の過去は気になりますか？気にしない方法を知りたいです。気になるけど自分やからよくない？いつも応援しています。乾燥柄の肌荒れなのでシカペア塗ったりと思います。一番の見返す方法は何だと思いますか？キラキラ輝くこと、有名になること。好き好き言っても嘘だと思えてスルーされちゃいます。みゆさんなどします。行動で示す。12年ぐらい嫌な仕事しても続けた方がいいです。絶対やめる。仕事楽しくなかったら無理やわ。みゆすぐ色恋の方に行ってしまう。色恋にならない接客方法はありますか？こいつ絶対無理って思わせる。こいつ絶対やられへんとか絶対無理やわって思わせれる。そう、無理とは言わんで別に。あ、無理やなって思わせる。やらへんかったらいけへんみたいな人いらんけどな。そっちの方が切れるの早いと思うけどな。好きな人がいるんですけど紐になりそうです。紐は無理。どんだけ顔かっこよくても紐は無理やな。みゆ好きな人が多くて困ってます。すごいな。みゆ同時に人好きなられへんわ。二人の人それが分からへん。二股とかも論外やもんな。ホテル代など全て彼女は私なのどう思いますか？いや、ね、ホテル代とかなんかの時やったらいいけど誕生日とか記念日とかほぼなんか泊まるホテルとかやったらちょっと萎えるけどな。じゃあこんな感じで私のお悩み相談終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。